分配器の一例写真は F 型コネクタで接続するタイプ。分配器とは入力された電気信号を同一のまま複数に配分する機器。アンテナ分配器はアンテナで受信した高周波信号をインピーダンス整合が乱れないようにしながら複数に分ける機器である。一つのアンテナを使って2台のテレビを見ようとする場合には 放送電波を受信することで生じた高周波電流は給電線を流れておく内へ引き込まれるが単純にそのまま2台のテレビへ電線をつないだのでは多くの場合インピーダンスが合わずに高周波信号は正しくテレビに供給できない分配器は給電線の分岐点でインピーダンス整合を保ったまま2台のテレビに電波を供給することができる 一本のアンテナを二台のテレビに分配した場合、それぞれテレビに供給されるエネルギーは半分になる。テレビ局のサービスエリア内であれば、放送波の電解強度は十分ある。このため、一本のアンテナを二台や三台のテレビに分配したとしても、移りが悪くなることはなく、通常は単に分配器を設置するだけで良い。しかし、電波の弱い地域や、 電波の強い地域でも何百台ものテレビに分配するとなると、分配による信号の減衰が無視できなくなる。このような場合、受信ブースターを使い減衰を保証する。例えば数百台規模のテレビ配信する場合には、受信ブースターを途中に入れ、各受蔵機への信号の減衰を防いでいる。従って、分配器を設置する場合には状況により、 受信ブースターが必要となる。レコーダーやゲーム機など、一つの機器の信号を、複数のテレビやモニターなどに、同時出力する機器を言う。HDMI 分配器、コンポジット分配器、S 端子分配器などがある。なお、複数の機器の信号を一つのモニターに切り替えて、出力するものを、AV セレクターと言い、分配器とは異なるものである。 AV セレクターの中にも2つ以上の出力端子があり、同時出力が可能な分配器の機能が備わったものもある。アンテナの場合と同じく、1台の VTR から数十台の VTR へ録画をする場合も同様な理由で、ベースバンド映像信号の増幅器を備えた分配器を用いて行う。1本の給電線を2回路に分配するものを、 デュープレクサ、三回路に分配するものをトリプレクサという。なお、携帯電話や業務無線の分野では、デュープレクサは同時送受信をする際に送信信号が受信部に回り込まないようにフィルターを組み合わせて設計された分配器を指す。アマチュア無線の場合は、異なるアマチュアバンドのアンテナを一本のアンテナで共用する際にフィルターを組み合わせて設計された。 分配器を指す。トリプレクサは3つの異なる周波数帯のアンテナを1本のアンテナで共用する際にフィルターを組み合わせて設計された分配器を指す。これらは分配器とは似て非なるものであり分配器はエネルギーが半分になるがデュープレクサ、トリプレクサは適切に設計されたものであればエネルギーの損失はほとんどない。分機器とは テレビのアンテナ線などの配線において、信号の一部を分ける部品であり、スプリッタとも言う。分配器が信号を等分に分けるのに対して、分岐器は、幹線から視線に分ける、というように、非対称で、信号を分配する。協調設備で、個別の配線に分けるときなどに使う。ありがとうございます。